はい、どうもお疲れ様です。クレポンです。久しぶりに、実況の方やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。前回に引き続きグリムドーンやっていきたいと思います。まず、一つ見てわかる通りキャラが変わってます。ちょっとねある事情があり、ちょっとキャラを変えることにしました。ある事情っていうのもねちょっとおいおい話そうかなと思います。では早速クロンリーの隠れ家の方をやっていきたいと思います。なぜまずね実況を1週間ほど休んでいたかと言いますと、先々週にね会社の忘年会がありまして、そこでちょっと結構飲んでしまったんですよ、お酒をね。んでそのまま家に帰ってで、エアコンつけっぱなしでこたつで寝たところ、次の日朝起きると声が出ないっていうね、もうとてつもなくあかんパターンのやつですよ。お、なんか早速レアヘビーヘルムや。一応これもらっとこうかということですよね。声が出なくて1週間実況が取れなくて、で、その間に、ゲームしないのもなんなんで、ちょっと、やってみようかなと思って、新しいキャラを作ったわけですよ。そうするとですよね、もう、こいつを使い出したら、メインで使ってきたファーストキャラがね、もうあまりにも、ちょっと弱くなりすぎて、レベル的には、ね、あまり変わらないんですよ。変わらないんですけど、キャラ自体がものすごい弱い。やっぱファーストキャラで、ちょっとビルドがね、いまいち、このゲームの、システムっていうのを理解してなかったっていうのかな。そのせいで、あまりね、火力の出ないキャラになってしまったんですね。なってしまっていたんですよ。んで、ちょっとキャラを作り直して、消したわけじゃないんですかね。新しく作って、やってみようかなと思って今回になります。ほんで今回のこの動画、このキャラなんですけど、もうほんとね、装備がなくても、火力が出せるようなキャラになってるんじゃないかなと僕的には思ってます。どうだろう、ほんと見ての通り、ほぼ、スキルで戦うような感じですね。なんで、こちらの方をちょっと紹介していきたいなと思います。まず、ここのクロンリーの隠れが、クリアは、してまして、まずここの、祠の方も、もうすでにね、使えるように、修復をしてます。はい。で、スキル紹介からいこうかな。まずメインのクラスは、シャーマンですね。シャーマンを使って、ほとんどもうこの、今レベル32なんですけど、ポイントはシャーマンに振ってます。シャーマンのスキルで戦っていくっていうような感じですね。メインの火力となるのがこれ。ウィンドデビル。ウィンドデビルで、これの派生スキル、メイルストロムがね、使えるところ、何倍 ?40 かな ?40 近辺まで、ポイントをマスターリーに振って、使えるようにしてます。このメイルストロムを使い出すと、かなり、ウィンドデビルの火力が上がってくるので、本当これを取るのはね、おすすめですね。なんで他のスキルと比べても、この2つは、レベルが高くなっていますね。僕的には、どうかな。この辺はちょっともう削ってもいいかなっていうような感じですね。で、このストームトーテムと、ウィンディゴトーテムで、トーテムを出しながら、補助と、攻撃をしつつ、メイン火力であるウィンドデビルで攻撃していくっていう感じですね。ストームトーテム自体もものすごい強いんで、火力としてはもう本当申し分ないです。
で、まあ、サブスキルにアルカニストを入れてます。シャーマンでね、レベル1桁台でやってきたときに、まあ、アルカニストを入れるつもりはなかったんですけど、かなりエナジーの方が枯渇してきて、まあ、ウィンドデビューのレベルが上がると、すごいね、消費がね、高くなるんで、で、アルカニストの方で補う、ような感じで使っていこうかなと思ってやっていました。でもね、今、このレベルになってきたら、まあ、装備があるせいもあると思うんですけど、あまりね、エナジーに関しては、まあ、どういう危機感を感じなくなったかなという感じですね。なんで、アルカニストじゃなくても、まあ、最初のうちは辛いかもしれませんけど、いいかなと思います。で、緑のワンワンって出ているのが、これ、ウィンディゴトーテムの効果ですね。あれが敵にダメージを与えつつ、自分もしくは、ペット、こいつですね、こいつですね。こいつはね、シャーマンのペットなんですけど、サマン・ブライアン・ホーンを、回復するというような形になってます。で、こいつ、2体目のこいつ。これは虫なんですけど、まあ、毒の虫ですね。こいつは、ペットなんだっけ、なんかアイテムで出るようになってます。で、雷がバンバンって落ちてくるのが、ウィンドデビルのメールストロムの効果ですね。かなりいいダメージが出てるんじゃないかなと思います。で、ウィンディゴトーテムを出して、敵の真っ只に出すと生命ダメージを与えつつ、自分を回復してくれるんで、一番最初にあれをボーンと出しておけば、自分で突っ込んでいっても全然、まあ、問題はないかなと。まあ、回復してくれるんでね。まあ、回復する量も、まあ、補助的なものなんで、まあ、あまり過信しすぎるっていうのもちょっと危険なので、そこだけは注意した方がいいかなと思います。お、来たね、この門。ここの門の前にですね、あいつ、デビルズクロッシングにいたディレリがここにいてですね、まあ、あいつ結局デビルズクロッシング裏切ってクロンリーの方に寝返るっていう風になるんですけど、まあ、でそいつをね、もうバババってやっつけてここの門を開けるようにします。やっぱり、ね、悪いやつは結局悪いやつってことですよ。いや、まあ、本当もうサモンブラこの、まあ、ペットたちはもうほとんど、まあ、火力としてではなく、まあ、弾よけ的な感じですね。壁役で連れていくっていうか、まあ、出すという感じです。よっしゃ。じゃあちょっとストームトーテムの方を出してみようかな。ストームトーテム。まずは、あ、間違った。しまったな。ウィンドネビル出してしまったら、あいつ、勝手に走っててほとんどやっつけるんで。こうか。これ。ウィンドデビル。あんな感じで雷がビビ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 ッと出るような感じになります。最初のうちは1体までなんですけど、レベルが上がってくると貫通ダメージになって、近くにいるね、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。近くにいる、敵にもダメージが入る。なんだ？あ、ちょ、待って。近くにいる敵にも、電気が走るようになります。OK、OK、OK。まあ、ほとんどね、ストームトーツ、スチームトーテムだっけ？自体は、ストームトーテムね。これ自体は、あそこ書いてるな、これ。最大で3つの標的を襲うってことですね。ストームトーテム自体はもうボス戦ぐらいかな、使うってなったら、もうほとんどもうウィンドデビルの雷がやっつけてくれるんで、ウィンドデビル自体はレベルが上がっても、なんぼだ、2体までかな、出せるのが確か。
2体までなんですけど、合計で3体出せます。スキルのリチャージが5秒で、持続時間が12秒なんですけど、まあ、3体出せるという感じになりますね。まあ、3体ですけど、もっと見ての通り火力が高いんで、もう本当ビリ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 ズカーンですよ。スキルとしてまあはこんな感じかな。で星座の方はもう雷様特化ですよ。雷を上げるためにテンペストと、その他もろもろちょっと見てみようか。今僕はこういう感じですね。テンペストをどうしても上げたかったんで、これを上げるために、必要な神話性、これなんだ、アセンダントか、アセンダントと、プライモーディアルっていうのがまあ必要なんで、まずはボーナスが必要と、まあ、資料のボーナスと、津波、資料、津波いらんか、資料がいらんのか、でも資料は雷ダメージかかるからな。あ、でもこれないと紫ないもんね、やっぱり。まあ、津波取って、このハンマー、あ、待って、これ浮かすことできるんちゃうんか、これアゼンダント、これを1取ったら触れるな、かなり上がるぞ。 OKOK、 ちょっと振り直しをしよう。まあこんな感じで、でこっちのハンマーの方で、4ボーナス取ってテンペストに触れるようにしています。テンペストで本当、雷ダメージが 40%、雷が5から95という感じで上がっていくんで、まあこのレックレステンペスト、クリティカル値 100% の確率でライトニング、まあこれはどうなんかなと、使えるかどうかよくわからんですけど、まだ、まあとりあえず雷ダメージを稼ぐためにテンペストを取っていっています。まあなんだかんだ言って結構進んだぞ。はい、もうあんまりね、本当もうエフェクトが激しすぎて、もう自分でも何が起こってるのかも本当わからん。マジでね、もうこの何、ウィンドデビルさんがね優秀すぎて、マネパックマーディだ。オッケー、敵のボス、お、ガードマンのハンマーいらないな、もう持ってるからさ、これは売りやな。あれはヘビーブーツ。特ダメージか。まあ一応も特だけ持っとこうか。という感じでやってきてます。もうここを、あ、待って。間違った。ちょっと一応リフト開けとこうか。ここもうあっという間にここまで来ました。これはもうボスですね、クラウリ。ここね、イーサーが、ね、いっぱいあるんで、これに焼きは気をつけておいてください。まあこう見てもらうと分かるんですけど、本当まあボスであっても、ウィンディゴトーテムを欠かさず出すことでかなり耐久力は高く、殴り合いをしても全然大丈夫です。殴り合いをしてもこうはね、本当あのファーストキャラのね、サバターではいかなかった、このウィンディゴトーテムのおかげだと僕は思うんですけど、かなりいい感じでやっていけます。攻撃速度一つ、これ持ってたような気がするな。なんかいいものはないのか。特にいいものはないな。しゃ、ということでクロノリも片付けたことで奥に行ってみましょう。いやいや、ほんとね、サバタの時はここまで派手じゃなかったけど、一気に派手になった。なんかスキル使ってる感がね出てきて、ちょっと楽しいかなと僕の中では思ってるんですけど、
いいですね。この雷バンバンバン、もちろん本当エフェクト自体は本当派手ですよ。めちゃくちゃ派手。派手でかつ火力が出るっていうね。もうそろそろ確かにエナジーに振ってってもええかな。あ、待って。え、ちょっと待ってよ。あ、え、ここから入れんの？うわ、だる。橋を渡れ。あー、なるほどなるほど。なんかクエストが出てたから、しょ、ちょっとここから進んでみようか。まあ、あんな感じで、まあ、クロンリーのところはこれでおしまいになりますね。お、待って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 、なんかまた出たぞ。悪意の接触、ビッグ片手メイスか。標的の亀裂を3秒。え、これ結構すごくない？すごいけどいらんね。ああ、入りはしないな。なるほどなるほど。慎重に行くよ。ということで、まあ、今回はこの辺で、まあ、クロンリーの隠れ家の方を、まあ、攻略というかね、紹介していきました。まあ、本当、初めてやる方で、ちょっとビルドどうしようかなっていう方がいたら、まあ、本当、シャーマンは結構おすすめじゃないかなと。まあ、あくまで私的におすすめということなので、まあ、自分でいろいろビルドの組み合わせとね、もうそれが楽しみでもあると思うんで、見つけてみてください。そしていいのがあったらぜひ報告をお願いします。ということで、それではグダグダ実況、ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それではエンジョイゲームズ、まったねー。